ひや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 。放送開始10秒前。まだだろ。まだだろ。まだだろ。危ないな。これ高いな、位置が。めっちゃ見下ろしてる感じ。あ、でもそこの方がいいよ。いきなりコンティニコインが入った。てってれー。配信者。ありがとうございます。パンちゃんさん。みんな、キスイキス。ツイキスいっぱい頼むぞ。音消して、超面白い。スイッチ入ってる？DJ マシャワールド。今日何日だった今日。平成28年6月17日金曜日放送第36回こんばんは DJ マシです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今週も DJ マシャワールド元気に始めていきたいと思います。いやー、入ってるみたいな。ね、そうなんだ。いきなりね、あのスタジオにゲストが入ってるっていうことなんですけど、ちょっと気にしないでやっていきます。今週ですね、気になった出来事なんですけど、なんて、あのどんどん進めていきますね。今週気になった出来事なんですが、土曜日ですね、先週のビューティーのライブに行ってきました。いやー、実に素晴らしいですね。キャラ外にね、キガちゃんがいます。ヒガちゃんがいます。ヒガちゃん。ライブをしたね、ヒガちゃんがいますね。あ、すごい。爽やか。あ、夜なのに爽やか。はい、そんな感じなんですけど、いやー素晴らしいライブでしたね。素晴らしかったね。素晴らしかったね。はい。もう話しかけてるゲストに。私も一緒に行ったんですけど、はい、一緒にじゃないか。もう誰か紹介する前に声出ししてるからね。ラジオ聞いてると何やって感じなんですけど。なんだって。はい、紹介してください。今日のゲストは、はい、どうぞ。今日のゲストは私。ん？もっと FF ギノワのスタッフになる。そっから行く？肩書き？肩書き。いや、あの、中地早見です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。私も元 FM ギノワスタッフの林泉です。やりにくい。大丈夫？いやいやいや、もう、フリーになったので、面白く楽しく。そうですね。今まで面白く楽しくなかったの感じがわからない。そんなことないよね。開放感が違う。開放感。自由が違う。あまり、あの、言うと電波流れてるからね。まあ、そんな感じで今日 DJ がしゃわるとね。焦ってますね。リューティーの話が書き消されちゃったんですけどね。そう、リューティーすごかったね。うん、もう僕ピンクのタンクトップでね出ていくっていうね。いや動画で見ましたよ。目立ってた。俺目立ったらあかんけど ね。脇出しまくりで、ね、当たり前やん。みんな T シャツの上からタンクトップを着ると邪道ですよ。あれあれ邪道。あかんあかん。でさ、舞台に登ってさ、うん、なんか吹いてたよね。あれ何？舞台に登って吹いてた、うん、あれはハーモニカ。おにぎり食ってたんじゃないですか。おにぎりなの。わけねえだろ。おにぎり食ってたわけ。リコーダー何あれ。リコーダーのでかいか。笛です。あ、笛じゃなくてあのハーモニカです。ハーモニカも吹けるんですか、はい、ハーモニカ吹けるんですね。今日じゃあハーモニカ吹きながらギターを弾いてみたい。はい、お願いします。全然話せてないってほら苦笑いが、ね、じゃあ、はい、リューティーの話はちょっと後で聞くとしてじゃあまずですね、じゃあ大丈夫、静かにしろっていう顔してる。行くよ。はい。じゃあそれではですね、今日もコーナーの紹介ですね。いつものお題、メールは題して、オーライメールセンター。本日のテーマは影響された〇〇です。皆さん何か影響されたことがないですか？僕の周りではリューティーに影響された人が多いです。あとですね、先週来られたシベリアさん、シベリアンスカンクさんね、ちょっと噛んじゃったけど、かっこいいね。今いいところ。噛まないで。あと僕といえばオーライボーイです。ボーイボーイです。はい。そんな感じです。ボーライ。何を言ってんだよ。次行きますよ。続きまして期間限定お試し企画、本日はオーライモノマネ募集。川柳ちょっとお休みなんですけどね。なんか川柳のメールがね勝手に来てましたんで、もう来たら読みます。はい。じゃ次行きます。オーライ死にうっさうっさハッピーバースデー。あ、なんか聞いたことある。どっから真似してない。誕生日の方がいたら川柳とかもさ、ね、なんか真似してるね。ノーピンさんのとかね、うんうん、真似してなんぼだよ。雑技行くよ、うんうん、さて本日のゲストですが、FM ギノワンで元働いてた林泉さんと中地早見さんです、はい、そのまま紹介されてるし、ね、この二人面白かったから大好きなんですね。人気も高かっただけに僕は残念です。これからどんな活躍するか期待をしておりしてます。もう終わるかのような言い方ですけどね。はい、そんな感じで、ね、今週もよろしくお願いしたいと思います。気持ちがこもってないですけど、気持ち込めないで読んでみました。そんな感じで、はい、じゃあこの番組は応援番組です。皆様、ね、あのゲストさんもね、僕も皆さん応援してください。はい、それでは、この番組の提供はバイクの格安バッテリー販売&2、上京者やってますの 2x4 セッション、
司会のお仕事大変興味あります。命がけで取り組みます。誰かお仕事くださいの DJ 場所の提供でお送りします。そこ話声聞こえてるぞ。チョークなげるぞ、チョーク。はい、それではここで一曲お届けしたいと思います。曲だ、本当 DJ 場所だ。シベリアンスカンクでハレンチガク&サイ。いや準備されて助かった。こんな感じなんだ。え、見てねえのかよ。見てねえのかよ。ツイキャスもう29分で、オーライ、オーライ。ツイキャス任した。あと、大城の大阪の四郎さん。はい、リューティーのファンの方ですね。久しぶり、はい、元気。金沢の、金沢の旅人ドンちゃんさん。ドンちゃん、ドンちゃんさん。ひがちゃん乱入したってきますね。ひがちゃんどうにか入れられるかな。呼んできて、呼んできて。ひがちゃん。ひがちゃん入れるか、ひがちゃんちょっと入れるか、うん、ちがちゃんちょっと入れるか。だってね、だって見てる人多いじゃん、後ろの仕事。まあいいや、それ説明するわ。はい、なんかひがちゃん見たいって言うの。はんちゃん、こんにこんばんは。アルファイングさん、ちょびっとだけ出れるか、ちょびっと出れるか。ちょ、10分ぐらいだな。10分ぐらいやな。じゃやっぱ、朝土曜日から来る。リュアナさん、今日カミカミだねって。いつもは違うの？カホンに座らせる、カホンに。カホンに、カホンに座らせる、カホンに。こっちに座らせたら？ここに？エロいやろ、ダメだろ、そんなの。違う、エロいから来て。交代したら、ついに。あ、交代？うん、俺メインの、メインのパーソナリティだけど、どうやって番組？汗かいてるけど、何ですか？あ、ひふみさんの。はい。あ、マイクあるじゃん、ちに。ちょっと、その曲流しちゃったな。あーって喋った。その曲流しちゃったな、今。マシャと変わってって、ほら。マシャと変わって、変わるな。ひがちゃん、変わってってよ。前に前に。前に前に。ねえ。あと、そうそう、面白い。面白い。はい、ごめんなさい。ちょい。マイクあるよ、はい。ひがちゃん、はい。あ、ひがちゃん、これで、すみません。はい、ありがとうございます。できそう。大丈夫。これ、ちょっといいんですか？あれ？おいおい。おい、誰か見とるで、これタケちゃんやで。あ、タケちゃんやで。タケちゃん、名前。あ、曲なった、曲なった。タケちゃんさん、タケちゃん。写真撮っていい？いいよ。放送始まる。うん。始まってますよ。はい、DJ マシャルとお届けしております。いや、今日はですね、Q シートをね、一生懸命作ってきたんですけど、全然Q シート取れてきてないです。はい、それではですね、ゲストじゃなくてね、メールのコーナーなんだけど、なんとですね、FM ギノアにですね、あのリューティーの、こんにちは、あ、こんばんは。こんばんは。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。爽やかだね、夜でもね。うん、ああ、いい笑顔ね。うん、俺爽やかって言われたことないんだけど。服のせいですよ、これ。服かな。爽やかじゃないよ。見た目、うん、これだってこのこの柄、これだって三振に使うやつじゃないですか、これ。人の番組に出てきたらいつもドエス発言ばっかりだ。今だ、発揮できるの今だみたいな。そうだよ、今しか言えない。竹見ちゃんいないから今だみたいな。いつもあの竹見に押さえてくる。伸び伸びやらせていただける。人の番組だからよ、ね、いや、すごいな、本当に。そうそうそう、今日どうしたの？俺に会いに来たのか？ああ、そうなんですよ、マシャさんに会いたくて会いたくて。はいはい、はい、そうか、そうか。今日はリューティーのね、ちょっとね、ライブ終わりで、あの、ひふみさんに、うん、あの、約束事があったんでちょっと寄ったんですけど、はいはい、いいね。で、たまたま俺がいたってことやね。そうですね。たまたま俺の番組の時間、たまたま失敗したなと思ったんですけど。いやいや、何言ってんのよ、本当良かったなと思ってるくせね。すごいよ。本当、あの、あれなんだろ、あの、恥ずかしがり屋なんだろ。ああ、そうですよ。一緒だね、マシャのこと。そう、俺実は結構照れなのよ。え、ほんとって喋って、まあ、照れてるとこ見たことあるんですけど、照れなくてもいいかなって感じ。あそこってところね。なんで照れるんだろう。いや、なんで恥ずかしく照れやすい。だってさ、あのリューティー の、あのコンサートの時のライブの時にタンクトップの時あったじゃん、ああいう時の方が恥ずかしいんじゃん。そう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 。恥ずかしく死にそう。そっちだよね、そっちだよね。そこのところはめっちゃ目立って出てるのに。あれちょっと気づかれてないと思ってたんですけどね。めっちゃ気づいて。タンクトップをインしてる人がいるぞって言われて、え、なんで普通じゃないのって言ったら、みんな出してるんですよ。うわーわーとか言われて、俺、うん、ちょっと待ってけ、俺なんかおかしいって。おかしい、おかしい。タンクトップはズボンの中入れるやろみたいな。ああ、そうですよね、うんうん、タンクトップこういうのは入れないんですか？こういうの、うん、こういうの入れないよ。
しかも今日ベルト忘れてさ。わ、見せ。見るの見るの今日。どうですか？ベルトが探せなくて。今ちょっと腹筋で押さえてるんだけど、ズボン落ちんように。わあ、すごい。ああ、ベルトがティルルの舞台に落っこちてたんですか？あれ、マシュさんのかな。何あっちの舞台に落ちるの？二次会でさ、あの、寝転がって写真撮ってたらさ、みんなからもう服脱がされるわ。ズボンのベルトは、剥がすされるわ、もう。チャック下ろされる。大変でしたよ。そんな二次会のスーパー、スーパー飲み会で。あ、じゃあヤフーニュースに載ってたあの裸の人が那覇を歩いてるってのはマシャさんですか？あ、そうそう、あれね、俺じゃないよ。何言ってんだよ。ほんと。もう、すごかったね、スーパーライブ。じゃなくて、スーパー飲み会。ね、片付けして来れなかったって言ってるけど、本当か？本当です。また。今だってもう汗だくですよ、うん、ライブ終わりで。あ、そう、うん、パンツびちょびちょ。いや、今日、リューティーの。なんか、日が高いから、爽やかだね。なんか、うん、いや、ほら、いいんだ、いいんだ、これいいんだ。マシャさん、言ってみてください。パンツびちょびちょって。いや、言わねえよ、もう。言わさないで言うと思ったら、大間違い。照れてる、照れてる。そこじゃないって。今度、シャツインにして放送して。女の人をさ、インにして大丈夫なのに、今、流行りなんで、インにするのが。そうだね。なんで男ダメなんだ。いや、ダメではないけど、うん、おかしいよな。タンクトップ、ピンクのタンクトップにいいんだよ。もうマーシャ目立つ。あの、それってさ、ヒガちゃんより目立ってたからね。それってさ、ちょっと困る、それ、うんうん、カリシュウェアの中を、か、ま、噛んだ。今日ダメなんだ。今日ダメ、決められないよ、今日。カリシュウェアをズボンに入れるのと一緒ぐらいなのかな、衝撃なのかなと思って。あー。いや、それとまた違うね。違うね。ちょっと違います、ね、ちょっと本当に魅力的だったのかな。あー、うん、あの衝撃、衝撃だね。俺だってボーイのライブでいつもああだよ。だって本当に氷室京介さんもそうされてましたからね。あ、やってますよね。ピンクがダメだったんじゃないですか。ピンクね、うん、そうだね、ピンクがね、黒だったらいい、うん、ハンちゃんが今日ダメだマシャ。俺いつもダメかもな。今日もだね。なんかよ、ツイキャス72だぜ、もうすでに。すごいだろ、11分で72で、俺結構記録。すごい、ありがとうございます、皆さん。いや、本当ありがたいわ、もう。みんなのおかげで、それでも成り立ってるんですけど。バナナ店長、リューティーのお二人、ミカジテラスライブ、お疲れ様。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。今日ね、ヒロキ、ヨナミネ、なんでこれ、マシャ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 って、これスタッフだろ、これ。自由だね。自由だよ、本当に。うちーさんも誰かと思ったらひがちゃんって。そう。ちょっと、うん、今日豪華ゲストすぎるじゃないかよ。俺喋るとこないやんけ。ちょっと一瞬だけいいですか、この場をお借りしました。あの、あ、6月11日スーパーワンマンライブ、あの、皆さん駆けつけてくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。あ、おかげで大成功しました。おめでとうございます。俺がいいニュースするのかな。ま、あのね、マシャさん、あの、自分分からないけど、これスタジオ入ってきた超いい匂いするんですけど、誰めっちゃ誰？大衆？マシャさん。なんか男性の匂いじゃない？あ、これだ。俺甘い匂い。何これ？ええ、脇匂い。なんで脇匂い？女の兄さん、俺だって。え、俺。え、マシャさんこの匂いだ。超いい匂い。どうしたのマシャ、今日どっか行くの？この後。女の子の匂いするね。ミッドナイトスターが臭いって言ってる。本当？明日一発つけてこう。これでも、これでも。自分この匂い好きだな。これね。なんか遊びに匂いするね、これで。遊びに、あ、でもいいじゃないですか。そう、わかるわかるわかる。アメリカの、アメリカの、アメリカのや、アメリカのだけこれ。アメリカの匂い。そうそうそう、これアメリカのだけよ。洋服はなんか三種っぽいけど。ねえ、なんか洋服と匂いが違う。ね、そこ？そこの。なんで甘いカレー臭とか書いてるんだよ、甘だらけ。カレー臭。甘いカレー臭だったらちょっと好きだなって言っちゃったよ。そうなんだよ、甘い匂いするんだよね今日。ね、甘い匂い、いい匂いだった、ね、いや本当に。でコーナー行かないの？コーナー？うん、コーナーね、うん、叩いてみてこれ。めっちゃ自由だな。メールがめっちゃ来てるわけよ今日。じゃあキッシーのメール行こうかな。はい。ヘイオーライ、今日もマシャワールドに引き込まれて2週間ぶりにラジオに参加。笑わすね。ポジティブなぽっちゃり、ポジッチャリなヤンバルのキッシュだよ、キッシュシシ。今日のテーマ、影響された〇〇、それは何と言ってもラジオだよ、ガオー。ひがちゃんさよなら。おいらの人生にこんだけ影響を与えるなんて思ってもいなかったさ。
マシャさんみたいに面白い DJ に会えて若いくせに度胸と発想は ぶっ飛んでいるエディ・ヒロキに会えて年中うまじらしてるけどリスペクトしてるひふみさんにも出会えて他にもたくさんの リスナーやビューティーファミリーにも出会えてどんだけオイラの人生は影響されまくりやねん。でもみんなに出会えてよかった。もう飽きてるし今のオイラがいるのもみんなのおかげ。改めてこれからもいたしくです。じゃあ今日も最後までちばりよリクエスト TRF のサバイバーダンス郵便番号905それじゃ郵便番号読まないね。はい、岸ありがとうな。ありがとうございます、ありがとうございます。あのね、岸さん、岸よね、あの、デューティーのスーパーライ、飲み会の、この支えてた人、運営の、すごい人なんですね。普通の人、いやいや、とっても頑張ったわけ彼は。いや普通の人なんだけど、支えてたならやっぱすごい人でしょ、ね、そういう意味ではすごい人。リーダー的な、うん、あとアップルポンさんとヤンバル娘さんと、アップルポンさんも分かりますよ。あとはあっちに、誰だった、あのカオン叩いてる人、名前言わんじゃない牛乳屋のひふみさん、あ、ひふみさん、ひふみさん、はいはいはい、まあ、ほとんど動いてたのはこの3名だと思うんですけどね。ひふみさんじゃない人たち、ひふみさんも宣伝を思いっきり頑張って、うん、この3人がね、やっぱリューティーさんはあれだね、ファンに囲まれて、うん、ファンに作られてる、愛されてるね、愛されてる、愛されてる感がすごいね、すごい、それ見てハなんかも嬉しくなるっていうのかな、だからマシャのあの感じも嬉しかったもん、体張ってるなと思ってちょっと俺これ違う意味で嬉しかったじゃない、すごいなって。でもちょっと本当に感動した、涙出てきそうだったもん、うん、マーシャさんの、マーシャさんのあの感じ、そんぐらい盛り上げるために頑張ってあ、泣いちゃう泣いちゃう、俺かよ、やめて、リューティーなって、めっちゃ嘘泣きや , 笑い泣き嘘泣き、ね、笑い泣きって思う。じゃあ次のに行きます、行きましょう、はい、愛知県のユーミさん、ね、いや全部あんな感じで読まないからね、あれキーシーシーのキャラだから、あ、そうなんだ、ね、ツイキャスあんまり読めないでごめんなさい、これ消した。これこれ。これ消した方がいいだろこれ。これ大丈夫かこれ。しかも第29代だからね。もう。欲しいな。欲しいよ。しかも母親の名前がヨネコって、なんでどこの情報なの。今第30代なんだよな。怖いわ本当に。これ第30回なんか運動会みたいなこれ。第30代おかしいだろ。第39回で。皆さんツイキャスのコメントの方も見てください。第39代だったらまだ面白いね。これ2位だけど。私の、うん、本当にプロフィールが勝手に出されてるっていう、ね。出されてるね。これ消した方がいい。いや全然大丈夫、うん、やるな。だから数字だけ打ち間違いだね。そうだね。これちょっとまずいな。でも年齢間違ったら怖いけどね。バナナ店長ヨネコさん元気ですよ。誰ですかヨネコさんって。私のお母さんの。ああ、じゃあ下4段階、はい、誰か思った。さあどうぞ、はい、いきますよ、それと愛知県のユーミさん、マシャさん、皆さん、ハイタイ、デューティースーパーライブや梅雨明けなどいろいろお疲れ様です。影響された〇〇といえば音楽かな、あ、特に沖縄のポップス、影響、うん、これ読めるか、読むか、今度後で読まそうな、あとお笑いもですね、かっこ笑い、木山商店さんやデューティーさんはもちろんなんですが、最近は大金のぞみの影響を受けまくりで、4月にホームセンターで内カビを買い、 FEC お笑い劇場で CD を4枚買ったんですが、 CD 聞いたら5枚買えって言われたんで、先日通販で内カビタオルとともに5枚目の CD も同時注文し、昨日届きました。沖縄で買った内カビは初盆にでも使おうかな、かっこ笑い、ではではと来ておりますね、ありがとうございます、ね、影響された人ね、 DJ マシって書いてないですねそっかそっか、 いつかね、あの握手しましょうね、なかなか会えないんですねユミさんね、あの来たけど、あのここあっちちょっとお笑いあったんでちょっと FM 技能来れんかったってその辺で帰ってっちゃってねドーンみたいなゴーンみたいなそんな感じです。またイーズの個人情報が載ってますけども、これ大丈夫か、これ怖いわ、消す、いや大丈夫、あ大丈夫大丈夫だよ、これ誕生日なんでも OK、あ Facebook からね、これ誕生日の見た人はあのプレゼント用意しておくにってことね、プレゼント用意しておくにということですね、はい、でも誰やねクリアル私の友達です友達、もち名前を、ね、情報がなんか情報社会だ ね情報社会、うん、ね、マシャシゲさんこんばんはってきてますね、ヒロキヨナミレってこと、おこれこれヒロキですねこれ何参加したのね普通に聞いてねって、うん、そうですね、はい、いつか お邪魔しますって書いてますね、はい、どんどん邪魔してきていいですよユミさん、はい、ありがとう、あちょバスでも来てますねユミさん、後で見ます、燃える。次
続きまして、うん、なんや次は CM。ダメだ、読めん。すごい、こんな感じなんだ、面白い。大丈夫？うん。あ、イズの声だ。何？何の？CM。この声、小蛇若菜さんが自分の声って言ってました。小蛇若菜さんが。誰って聞いてたよ。そっくりって言ってました。小蛇若菜ってわかりますよ。イズの宣伝、俺が宣伝してたんだ。へぇ、何の CM だった？赤バンク、なんだっけ、赤バンクじゃない、赤バンクじゃなくて次かな。ごめん、メール書き忘れた。今日はこれ早見のタイムじゃなくて、これイズの声か。うん、懐かしいな。だいたいイズの声、イズの声ばっかりやねそうなんだ、だいたい赤バンクもそうだ、ね。DJ マシュワールドをお届けしております。さあ、それでは今日のゲスト誰かなもう言うてしもうたし最初から入ってたからね、はい、今日ね、じゃあ改めてご紹介いたします。はい、では中地早見です。拍手昭和58年9月6日。9月6日、はい、林泉です。平成元年7月26日若い、元年ときた7月何日ですか？26日7月26、うん、はい、ようこそ、はい、よろしく皆さん、はい、よろしくお願いします。夜の、うん、あのスタジオって私初めてなんだよ、うん、意外と、うん、夕方まではあるんだけど、うんうん、すごいね、新鮮だね。また僕は逆に明るい時は新鮮ですね。あ、モーニングヘッドにね、うん、来てくれましたね。そうですね、すごい眠たかったってね、うん、以前なんか思い出があるわけよね。その最初ね、ゲストで呼べ呼べって言ったらじゃあ呼びますって言って呼んで、ほんで最初電話取った時に、うん、眠そうな顔し声して電話したんだけど、ほんとあっちで待ち構えてたのよ。ですね、ちょっと、うん、とか言いながら、マシャさん起きたばっかり、ちょっとって言いながらピョコって顔出して、はぁーみたいな顔されて、いやー面白かった。そのまた誰かに呼ばれてやろうかなと思って、俺もうモーニングエイトから一切 お声がかからなくなっちゃってしまって、あ、早見は酔っ払って来てましたって。いや、これ予告で書いてるだろこれ、こっちのひろきが君、ね、酔っ払ってる？いや、まだですね。まだですか？前はそう酔っ払ってました。大丈夫、あの時の方が司くんの誕生日の時にね。そう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 、あの時はね、あの時はかなり酔っ払ってるってイメージがあるのかな。いや、シラフでも酔っ払ってる、シラフでも言われるさっき突っ込まれたもん、うん、飲んでるって言って、うんまあ、いつもこんな感じなんですけど。そうですね、逆に飲んだらちゃんとまともになる。いや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 、ほんとだって真面目な話ができるとか思わ、その時は気性があ僕ね、あのお酒のことをね、あの肝臓増幅飲料って呼んでるんですよ要はこの浮き、なんていうんですか、あの喜怒哀楽がこう、はい、ポンと出るみたいな。あ、確かに、うん、はいはいはい、怒る時も怒るし、泣く時泣いてるし、笑う時もっとさらに笑ってるし、おい、ひろきいつも酔っ払った感じなので飲んでもあまり変わらないですっていや、ひろきまだまだ浅いよ。ひろき、あの時は激しかった。坂健さん来てもね、あの誕生日の時だよね。あれはすごかった。マシャさんはどうなるんですか？僕ですか、うん、僕はな泣きそう。あ、でもさ、情報来ましたよ。マサさんも土曜は激しかった一緒に飲んだ人やってことはマサさんもすごいってことなんだね。あ、面白いかもしれません、飲んだら。さっきね、泣きそうって言ったらちょっとにやっと笑ってたから。あ、そうなの。なんかあった。ミッドナイトさ、どんななる？パッパラパパッパラパ度合いがちょっと表に出るみたいな、ちょっと今新しい感じだけど。ああ、そういうことね。やっぱりそうだね。イズもすごいよ。イズ、うん、イズどうなの？私はイズ、私は何もありません。叩く、叩いたりよ。ああ、あと暴言吐いたり。吐いてないですよ。おいおい、早見とか言って。あのね、うん、これはね、誰が本当のこと言ってるのか、嘘のこと言ってるかね。いや、持ってます持ってます。本当にちょっと強くなる、ちょっとどころか強くなる、うん、もともと持ってるんだと思うんだけど、うん、あ、そういうこと、ね、うん、面白いよ。だから、まあ、でもあんまり飲まないですよ普段。
飲まない方がいいよ俺もね、なんか最近ちょっと酒弱くなったのかなと思って。まあ40代中でも、さんはもうなんかちょっと考えて飲まないともうダメだなみたいな、うん、なんか今さ、大人の飲み方とかいいなと思ってて、うん、バーとか巡りしたいと思って。ああ、バーとか巡り。巡ってさ、さあ巡りね。4軒巡りからおかしくなってくるんだよね。またいつもの繰り返しやーとか言いながら。うん、ガチャーンすごい、一杯目の、一杯、4軒目で入ったお店の1個目のワインがいきなり倒れるみたいな。え、どういうこと？いや、なんかそういうのが僕に見えた。あ、私、うん、いや、早見さんすごいよ。うん。まずスナックで歌歌って。スナックで私、お茶で、朝5時までの日ありましたよお茶で付き合う、ね、でもなんかこうほら人間ってさこうピンチの時とかさ、はい、なんかこうガーってくると、はいはい、なんだったら脳内麻薬が出されてきて、うん、なんかちょっと飲んでるみたいな感じになるみたいな、うん、いやあれはね、うん、でもいつも酔っ払ってる感じしてよ。いや、うん、頭が冬景色とか、いや歌え歌えって言うから歌って頭がなんかおかしくなってきて、私もあやっぱり寝不足かなってたでしょ、ただ単のねなるほど、ね、寝不足がなんかですよこれきっとね。そうですね、そうですね、はい、人間ってね、僕思うんですけど、はい、そ影響ってあると思うんですよ。あ、まあ、夫婦なんかもあると思うし、友達なんかもあると思うしね、語り出した。イーズはね、なんかね、語り、最初の頃なんかすごいおとなしかったっていうお話よく聞くんですけど、でなんかちょっと雰囲気がね変わってきたみたいな、沖縄来てね、その働いて周りの人に影響で、はいはいはい、どうなんですか、友達から見て変わってる？もともと変わってた。いや、友達には見せてた。ああ、これはあの青森からの。あ、東京の。東京の、あ、大学の時の。じゃあね、じゃあね、じゃあね、これ早見、はいはい、引き出したんだな。ああ。私が引き出したっていう。引き出したのかな。いや、だな、否定してるけど。また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 。出るんじゃん。いや、私初対面の話になると、はい、マシャさんの面接したのが私なんですよ、ね。そうなんですよ。だからね。おいおい、タケちゃん。え、タケちゃん。早見金はすごいスピードで人を襲います。当たり前。そう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 です、そうです。そういう力あるよね。タケミもやるわよ。タケミワールドがあるんだよ。タケミワールドー。じゃあじゃあ、かわいい、たけちゃんはかわいい。いやー、すごいと思うよ、たけちゃんも。俺さ、たけちゃんも すごいよ。これさ、禁止じゃねえ。たけちゃんさ、うん、俺、歌のオーディション行ったわけ。はい、ほんで、歌のオーディション行ったら、デューティーが来てるわけ。あんたたちプロがなんでここおるんじゃんって怒ったらさ、たけちゃんだけで、ひがちゃんもったわけ。うん、で、たけちゃんについてきたわけ。うん、あ、そうって言って。俺、歌ったよ。たけちゃんの番組で俺、たけちゃんのやつとか見とったよ。はい、ほんならな、歌の、なんか大阪の人になってる。歌のオーディションなのに、うわーって語り出して、うん、おー歌歌えやみたいな歌歌ったらキーが違うとかなんか文句言い出してうわーすごいなー、たけちゃん、たけちゃんがマシャお願いだから滑らないでって、いやいや本当の話なんだよ、お願いしますよ本当に、たけちゃんよ、まあまあたけちゃんごめんな、オーディション好きなんだ、滑りに巻き込まれたくないって正解、たけちゃん正解、いや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 、あんまりやない方がいい、巻き込まれる、27分でもう194だよこれすごいだろFM 機能は1だぜ今イエーイ、ありがとう、何、小脇角さんと朝だからねごめんな、あの大丈夫大丈夫、灰色とかやばいわけよこの色やばかったあんたさ、あんたさ、やっぱりこう可愛らしいイメージがあるんだからちょっとなんかなんか注意した方が鼻落ちてたりとかさ、あかんねん顔したりとかだからみんな壊れていくんじゃん、ほんとイーズー菌はゆっくり侵される、でも確実に虜にしますと、うわありがとうございます。たけちゃん見てるね。ありがとうございます。AKB さん、イーズお酒強いんかな、うん、早見はお酒強そうと来てますね。早見さん強いっていうか。長い。長い。だって5時までですよ。最後のお店に行くって言った時、もうほんとくたってなって、私も。しかも何も飲まないで、その日帰って。こらこら。みんな見たの今。なんかスカートかシャリムとか書いてるやつがいるから、こっちの。ミキサーヒロキが見るやろそんなもん。おいこれ消すぞ。はーい。見るんだろ。見られました。じゃいいやっけ別にスカートから。ひどいよね、カーテンの内側ってレースのこととかミッドナイトスターに言われてさ。テレカチテレカチ。あのシャリマの、うん、これサンテをシャリマさんシャリマで作ったってことだなこれ。シャリマで販売されたじゃん。うん。あの、まあ、シャリマってさ、うん、カーテンの生地っていうよりも、はい、服の生地っていうイメージがあるけど僕は。はい、ああはいはいはい。うん、
まあ、だから何って感じなんですかね。そうだね、ヤンバルサッシーさん、ま、いや私滑ってますよ。じゃあこれさ違うわけよ、これ誰が悪いか分かる。この人名古屋のダンサーズさんが悪いわけ。どうした、なんで変な、いつもハッシュタグ入れてマシャさん滑ってます。面接の時言いたい。あ、どうぞどうぞ、はい、面接の時どうぞ。怖いの聞きたくないな。何ですか、はいどうぞ。変な人来たと思ったマシャさん見て、はい、ん、面接に来たの最初。面接に来た。で、私が面接する感だった。の面接は林泉さんっていう方が僕を丁寧に面接していただきたいんですよ。だってさ、なんかその日ちょっと夕焼けな感じだったんですよ。あの外がね、なんか夕焼けをこう見ながらすごいなんか黄昏ながら私に話してくるから。おいもうそこ追加するドラスベリとか来るなもう。だってさ、この面接終わった後に、はい、イーズげっそりしたもんねすごい人が来たって言って大丈夫かなーって言って、ね、お見てみ、俺今一番やろなんで強気な時もさ、頑張って人を見抜けいや、なんでそこまでそこ何かば、何そこの女子チーム女子見える見える本当ありがとう距離がだんだん話してるんですけどこっち来いよ、こっち来いよ、こっち来いよ。大阪の城さん、なんで合格したのって。あ、いや、とりあえずね、やらないとね、わからないからっていう。そうだね、ビジネス的な話だよ埋めないと金が足りないんだよ金だ金だ金だみたいな面白い本当にもうそんな感じなんですけどね。はい、いや、ツイキャスの皆さん面白いな、もう220円でもう30分ですごいね、すごいね、みんなすごいちゃんと返してくるね、え、うん、あれ早いね、ごめん、あとほとんど掲示板になってるけどね、もうリスナー同士で絡んでるっていうね。ああ、とりあえずスナックでホステル口説いてる風じってね僕はリアルに面接で落とされましたってね、今ミキサーやってる誰とは言いませんけど、もう誰か分かってるとこれ突っ込んでいいのか分からない。受ける、私はマシャさんを面接して早見さんがミッドナイトスターなんだよね。あ、本当なの。そうなの、あ、まあ、早見さんっていうかダウニーさん、あ、間違った、山内さん、ね、とが一緒に見て、うん、そうそうそう、私はそばにいただけなんだけど、まあ、ちょっとここ何と言っても分からないんですけど、まあ、そこはねフォロー入ってそうそうそう、でもほらね、あとあのタケちゃんがね、あのリュウティンタケちゃんがね、イーズに、あ、マシャさんがラジオやるんだ、この番組面白くなるはずよって言いよったわけよ。そう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 、言ってましたよ、言ってました、うん、それでちょっとなんかあの期待度が増した。そうだね、うん、俺分かってたもんっていうと絶対面白い番組になると思って俺この自身はどっから来るの。こっち来て、こっち来て、ちょっと待ってやこの自身はどっからなの。待ってや、なんで、なんですか、もう一回、もう一回、何ですか俺こんなに、なんでゲストの喋らせないし、ラジオ聞いてると意味がわからないからそうだね、なんでゲストさんのマイクで僕が喋らないなんでインタビュー受けてるような感じでさ、距離一人分ぐらい空いてるし、お友達こっち来るぞこっち来いよ、こっち寄ってよ。結構寂しがり屋のマシャですね、うん、そうそうそう、夜泣いてますって。あ、マシャは実はいい人って。もう泣かない。もうとかない、泣いたことない、泣いたことない。カレー臭かじゃあするの。あ、もううるさいうるさいもう。今日なんか調子違うみたいね、マシャさん。なんかちょっと。どんどん進めてるんだ。すごい妻と寝る。やだよー。やだ。すいません。もう。ただ一人で寝る方。放送が成り立ちません。事故ですよ。さっきからいっぱい詰まったもんね。詰まってますよ。こっち来いもん。こっち来いもん。はい、じゃあ行きますよ。はい、広島から、ね、ご安全ご安全、人勝ち梶間愛ですということでね、広島からありがとうございます。ありがとうございます。先週お疲れ様、楽しかったね。うん、して、今日のテーマ、影響された〇〇。俺は、キスとボストンかな。この2バンドが運命を変えたってこと。っていいくらいに大好きだった。言えてない、言えてない。ちょっと今日読みにくいな。どうしたどうした。小学校の頃に生まれて初めて買ったレコードはビートルズの Let It Be。キットソンかな。ビートルズも当然影響されたけど、この2バンドに遭遇したことにロックというかハードロックに釘付けに なったからねん。うんうん、今は DJ マシャだね。かっこ爆笑って書いてますね。全然入ってこない。なんかじゃあ夜も全然ワンセンワンセンって来てますね。郵便番号すげえラジオだなって終わった何よ俺キースの。もう息切れてるよ。あかんやもうこれ。はい、あ、いや、人勝ち梶間愛さん。早見さんが読んだら早見さんが読んだら、はい、人勝ち梶間愛さんね、あのね、DJ マシャールよろしくお願いします。ちょっと待って、もう次のメール行く。次のメール行く。あかんかんかん。
また騎士のメール読ませるかな。本当に、はい、よーし、お前にはこれを読ませる、はい、これ読め。続いて、うん、石橋さん、うんうん、あれこれ名前読むな。ラジオネームうまごんだよ。ラジオネームうまごん、はい、はい、マシャ、はい、こんばんは。ミッドナイトスターさん、うん、俺も今度車買うなら、うん、プーマにしたいです、うん、お母さん最高って。何なんですか。必ずね、あのあのミッドナイト、さて、影響された〇〇音楽ならサザンですね。あ、どういうこと。サザンオールスターズ。あ、そういうこと。サザンオールスターズじゃねえよ。音楽言うてるやんけ。もうあんたたちおらんし、もう今別の人やってる。私実は番組でサザンブリーズっていうのをやってるから、ちょっと反応してしまった。ね、好きなのかなと。全然入ってないから、たまに。あ、幼稚園の時ベスト10で見たサザンの影響テレビ出演はしっかり覚えてます、うん、今月25日デビュー38周年を迎えています。これから無条件で応援していきたいです。また影響といえば初めての相手が5つ上のねーねーだったから、それから年上ばっかりと、じゃあ明後日ねーって最後はいらない情報でしたね。でもね、必ず最後にね、なんか軽い下ネタ。年下もいいですよ。ね、はい。なんかね、うん、孫もね、すごいいい男なのよ、うん。あ、そうなんだ。俺と似てるだとちょっと不安だな。ちょっと待って。ちょっと待って。危ない危ない。じゃあなんかね、ちょ、年上にとても可愛がれる、うん、そういうキャラなんです。うん、ああ、うん、なるほどね。そう、それから年上ばかりと。でもさ、私の知り合いも年上じゃないと嫌っていう人か。いや、女性でしょ。うん、男性で。あ、男性で、うん、年、あ、じゃあもう今後包容力がある。そう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 。なんだろう、夜がすごいんだって。そっちか。お、食いついてきたよ。鼻の穴が大きくなって、ね、多分だから、シロさんだっけ。あ、プーマさんか。プーマさん、プーマ、これね、要はあの、まあいいや、うん、プーマは車って、うん、プーマって車った、うん、ジャガーだろ、うん、ジャガー。要はね、別の番組にミッドナイトスターが投稿したメールをウマゴンが喜んで突っ込んでるわけよ。必ずその1位を入れてくるわけ。続いて、はい、ミッドナイトスターが大好きだわけよ。へー、うん、CM 大丈夫ですか。まだ大丈夫。今ね、ま、本当はね、ゲストと絡む時間にね、あのなかったから今メールを潰してます。あ、そうなんだ。メールをどんどんやっていくんです。ウキャナスケベー。誰がバナナ店長スケベやろ。読みますか。はい、行きますよ。はい、次、イズ。あ、これね、モノマネ特集だ。あ、だ、うん、ダメダメ、うん、モノマネはやってもらわないと。そうだね、うん、今日何やってもらう。あれ、ひふみさんはあっちにいるけど大丈夫。はいよ。はいよ。ひふみさんはね、ゲストギャラリーで、ゲストみたいな感じになってるよね。ひふみさんがね、アギジャビオ。次行きます。はいな。はい、じゃあメール読みます。どうぞ。ラジオネーム、名古屋の武道派、はい、ダンサーズです、うん。今夜のゲストの泉さん、早見さん、おつ。はい、おつ。お二人様、お疲れ様でした。はい、早見さんは先週土曜日のリューティーライブの時と今年の1月にお話しさせていただきましたね。はい、1月の時にお渡ししたモーミーの写真はスマホに保存されていますか。逆よけになりますよ。末永くご愛顧くださいませ。過去は少し笑いて、また新しいの欲しいです、はい、何に使うのかな。いやすごいよ。そういえばすごいの見つけたよね。私ね、すごいの見つけたんです、うん、発見しました。発見しました、はい、今までのモーミーさんの写真をたどってったんですよ、うんうんうん、フリムンラジオのね、フリム、うん、もしかして鉢巻きの色が毎回違ってた。タオルの色ね。あれもファッションの一部やし、ピンって説明してた。そう、うん、そうだよ。やっぱりさ、こういう感じじゃん、うん、恥ずかしいんだってタオルがないと。バルバイで歩いてる感じがするって。ツルツルなの。もう出してる感じなんだって。はいはい、だから脱げっていうぐらい恥ずかしいから。そうなんだ。あれだけはないとダメって本人は言ってました。もう気づいちゃったんですよ。すごかったね、うん、面白かった。あの革パン履くときに、うん、パンツ履いてないのと同じですよね、うんうん、その、やっぱパンツ履いてないと、なんか違和感。なんて言ってる？どういうこと？どういうこと？説明して、ミートナイトさん。あるのがないと、まあ、変ってことですよ。ああ、なるほど。ノーパンみたいな感じ？そう。ああ、スカスカね、うん。女の人もほら、スカートの中にこうパンツ履かなかったら、なんかちょっと虚涼しいみたいな、うん。なんかちょっと軽く滑りましたね。はい、次は行きます。パンちゃん。次行きますね。はい、次行きます。次のメール。サージと一緒だ。はい。何が？オイラの T サージと一緒。あ、オイラの T サージね。ハンちゃんさんね、はい、ありがとうございます。いいことね、はい。
続いてマシャさん、ギノマンスタッフの皆様、そしてリスナーの皆様、こんばんは。神戸の小さいけれどおじいです。先日のリューティーライブで初めてマシャさんにお会いできてとても嬉しく思いました。当日のステージはピンクのタンクトップで弾けていましたね。しかもインにして、もう散々言われてると思いますので、これぐらいにしてって本当に言われましたまだ言ってる人いますね。さて今日のテーマ、すごい、ね、影響を受けたことですが、うん、それは圧倒的な今は亡き母の影響です、はい。これ民謡曲を習っていたので母に連れられて、小学校の頃から、神戸の能楽道に出入りしてた頃、一緒に初めて見た歌舞伎の面白さに夢中になったこと、ジャズが好きな母がジミー・スミスのオルガンのレコードをよく聞いていたことなど思い浮かびます。でも一番の影響は、どんなに貧しくても豊かな感受性を失わず楽天的で前向きな生き方を学んだことです。母に感謝です。ではまた、ということでね。あ、素晴らしい、素晴らしい、とても優しそうな方でしたよ、うんうん。でも素晴らしいこと言ってるんですけど、うん、奥さんもとても優しそうな方で、もう僕もなんかいいなと思いましたね、うん。ああいう風になりたいなと。うるうるしてますよ。あ、感動的な、ね、最初のピンクのタンクトップのやつが、まあ、でもあれでね、人をあの幸せにできたのかなと思いますね確かにね、はい、笑顔になれましたよ、ね。そうなんですよ、うん、見たかった、そうなんですよ、見せたかった、まあ、あのあるから、みんな後で送る公開してください、はい、あれは、ね、やばいですもん。いやいやいや、ほんでね、あのいい感じですよ、ね、書き込み、あの勝手に写真を改造してね、オーライなんとかって書いてる人がいてコーラゼロさんが勝手に加工しちゃって、もう やばいスタンプが出来上がったみたいな、これリューティーのスタンプに入れようとか言って、でちょっと待ってくれみたいな、そうそうそう、マシャさんスタンプ作ったらどうですか、ね、だから面白いかも ね、うん、そうね、実はね、ちょっとね、スタンプを作る計画をしてるんですよ。で、あの日本全国に売るために、うん、マシャって入れないで、うん、DJ とか入れないで、あのオーライロッカーというキャラクターにして、日本全国の人にあの売れるような、そういうマーケティング戦略を考えてます。真面目、いや DJ マシャワールドもマーケティング戦略でやってるんですよ、実は。あ、そう、商売と同じ観点でやり方でやってるんです。どうやったら人が聞くかなとか、ちょっと真面目な話をしたところで、それでは続いて次のコーナー行きたいと思います。オーライモノマネ募集ということでね、なんか限定かなり滑ってる感じがすごいね誰も滑らそうとか笑わずこういう読み方なんですね、これ笑いを狙ってません、うん、一番面白いところ、ね、面白 いかな、うん。じゃあね、今日ね、ラジオネーム名古屋のダンサーズさんから来てますね、ありがとうございます。オーライモノマネ募集来てます、はい、一発目来てますね、ありゃこれは難しいな、東京都知事増添陽一氏って来てます、ね、また二人氏氏、ちょっとツイキャス見ながらなんかこそこそ話しないでくださいねじゃあ行きます、東京都知事増添陽一行きます、どうしようかな、これめっちゃ精査します、ダメだあだこれ無理ですね、何、お前モノマネしたの、うん、もうなんかね、あの今もうちょっとね、あのミキさんも困るってますね、ミキさんも困るってね、無理やん、1秒か、何これ、次いきます、すごい、ちょっとできないっては本当に、いやいやいや、誰がコーナー作ったんだ俺、次いきますね、西野かなさん、あ、うん、私の説明書どんな説明書、あかんわかん、ちょっと待って、あのほら、あの説明書を歌う歌があるやんかちょっと待って、あかんくらいかん、説明書を歌う、説明書を歌う歌あるやろ、女の子が、あーやだやだ、自分だ、あーなんだ、待ってください、本当だよ、女の子が彼氏に説明書ください、私たち、なんだろう、欲しい、ちょっと待って、これはやばい、あ、取説、取説っていう人が、怖い、説明書怖い、ミッドナイトすごい、一旦僕の周りから離れてきましたどうしよう、怖いよ、マシャさんの取説が欲しいですね、欲しい、あ、ごめんごめん、欲しい、やっぱごめん、びっくりした今ね、ね、私の説明書、リューティーのヒガちゃんっていうモノマネが来てますね、あ、リューティーのヒガちゃんいきますね、ヒガちゃんのモノマネ、はい、リューティーのヒガちゃんね、来た来た、ギター持ってギター持って、リューティーのヒガちゃん飛ばないと、飛ばないと、リューティーのヒガちゃんのモノマネ、ぐるぐる回らないと、ギター持って、リューティーのリューティーのリューティーのヒガちゃんのモノマネをやってくださいというメールが来ましたね、いきますね、ビニールボックス
その2、違う、なんか違う、ちょっと違うな、演歌、やばい、全然違う、ちょっと違うね、メールボックスみたいな、やばい、帰りたいです、僕は、やばい、すごいよ、今日事故だよ、事故、帰りたい、一つも似てない、今日、似てない、いつもは似てるんですか、ほとんど似てない、じゃあ、名古屋のダンサーさんがね、ちょっと、次、森和子さん。はい、森和子さんできるかな、森和子さん何言ってたかな、森和子さん OK、 はい、森和子です、もうダメだ、すいません、ちょっと放送事故です、ちょっと俺一生懸命やったんで、もう泣いてるよ、もう泣いてる、本人が俺恥かかすコーナー、もう CM 行きましょう、 CM 行く、ちょっと、いや CM あといけるやろ、あるんだ、46本までいける、我慢して頑張って、まだあります、ちょっと気遣ってくれて、あの早く CM 行くかって言われたんだけどね、次ね、竹中智香さん、いや、ダメ、よし、これはいける、竹中智香さん、なんか心配になってきたけど、大丈夫、CM 行ってくれ、もうダメだ、腹見せて、ダンサーズさんね、振りがうまい、 CM 行ってない、ダメだ、 CM 行ってるよ、今聞こえません、 CM が、なんでだ、何流れた、あーびっくりしたわざとだよ、よし、じゃあ次はね、マシャさん、ハヤミさんのモノマネしてみて、えハヤミさんのモノマネ、ハヤミさんのモノマネ、もう声がやらない、声がやらない、何大丈夫、ハヤミさんはできるよ、できるよね、ハヤミさんのモノマネ、目の前やらない、ハヤミさんの目の前、なんか滑り出し、なんか呪われてないってよ、今日いつもどんななんですか、皆さん、やばい、今日やばかった、滑りなんだけど、こうなの、死ぬかと思った、気分どうしよう、今日曲変えようかな、なんかえ、あのバラードがいい、早い方がいい、今日は早い、あー、ちくしょー、やってほしい、ちくしょー、じゃしょうがない、バラードにしようと思ったのに、バラードにしてかっこいい番組終わろうと思ったのに、TM とか歌ってほしい、TM レボリューションやるって言ってたから、ね、TM レボリューションカラオケしでしかやらない、行きたい、 DJ マシャワールドお届けしております、あ、ゲストの方おしゃべりしていいですか、あ、今写真撮りに行きましたね、はい、じゃあ今何の歌を今日は聴かせてくれるんですか、今日はですね、何しようかな、じゃあゆず歌います、ゆずのイメージがない、え、あ、そうなんだ、ゆず知ってるの、知ってるよ、よかったです、ゆずの歌を歌います、カポ2期が、じゃあですね、今日はですね、ゆずの、あ、ハムカ、あ、やだ、じゃあですね、今日はゆずのおくる歌を歌います、よし、じゃあこんな感じでよろしいですかね、これね、今日楽譜がね、ほとんどあるのとないので、あ、楽譜がね、ちょっとよくわからないんで適当に弾きますちょっと間違えた、ワン、ツー、ちょっと待ってよ、何個欲しいだっけ、よだれすぎそうだ、ここだな、なんか動画したい、あ、ありがとう、できれば一緒に歌うか、手拍子で振り付けでも、送る歌知ってる、ゆずの、あー、わかります、送る歌時計の針が24時を回り、わずかな荷物を持って走り出す街をわざく人たち、みんな白黒に見えて、君の家へ向かう道だけはっきり色がつく、お金もない時間もないけれど、今日は君がこの世に生まれた日だから、今の僕にできるただ
一つの贈り物、君の心へこの歌が届きますように、優しい笑顔もらえるようにこの歌を贈ります。悲しいと寂しい時もあるけれど、君らしくてくれることを願いながら、今の僕にできるまた一つの贈り物。今日は楽しかったですか？はい、楽しかった。そんな感じで、最後までよろしくお願いしたいと思います。君の心へこの歌が届きますように、優しい笑顔もらえるようにこの歌を贈ります。楽しかったね。メールあんまり読めんかった。メール。やばい。やばいな。マシャさんすごい。それではね、誕生日のコーナー行きたいと思います。あ、だいたい時間通りでね。はい。あ、誕生日のコーナー行きたいと思います。だいたい時間。だいたいね。はい。だいたい。そうじゃなきゃ。はい。ちょっと待ってよ。ちょっとメール。行きましょう。オッケー。Do you have a heart? 告知読んどいて。告知お願いします。はい、では告知、はい、泉さん。告知。劇作家対決。うん。ひとみんが出るって、あ、そうなんだ。出演者が上条美希も出る、ね、出ますね、うん、これはどういうやつなんだかな、はい、急に渡されたって見ながら困る、なかなかないからね、はいはいはい、で A チームと B チームに分かれるそうです、はい、なるほど。早見どっちだったか、早見じゃない、早見ひとみんでしょ、早見と泉とひとみんでもよく分かるんです。あ、人気アイドルが握手会を開催、うん、そこで意外な事件が起こります、はい、2人の脚本家が同じテーマ、同じ出演者数、うん、同じあらすじで物語を作るそうですね、はい、これが6月25日土曜日、26日日曜日、7月2日土曜日、7月3日日曜日に我が町の小劇場で行われます、はい、チケットは各2000円ですね、投資券が3500円となっています、うん、面白そうですね。ね、面白そう、ね、どこでやってるの？小劇場。小劇場どこにある？海南。うん、赤いなん、皆さんぜひ行ってください。チケットが2000円と安いところもあるし、うんうんうん、3500円もあるんですけど。 AKB ファンさんからメールが来てますね。ありがとうございます。ありがとうございます、うん、どうしようかな。マシャさん、イーズ、ハヤミン、DJ マシャワールド、沖の皆さん、こんばんは。ハヤミン、はい、こんばんは。ハヤミン、19時50分早めにメールしますって来てますけどね。ありがとうございます。どうしよう、読めない。え、どうした？C 分タイムで、 C 分タイムで後で読みましょう。はい、では誕生日がですね、うっさうっさかな、死にぐっさうっさバースデーね。ほとんどメールが来ません。もう時間終わってもうたね。ないの？花火だけでもやってよ。花火ね、うんうん、ね、オーダーどうした？オーダー、うわー、急げ、急いで行くぞ、急げ。Happy birthday to you. Happy
Happy birthday to you. Happy birthday, dear.誰だった？ハラピー。ハラピーハラー。ハラピーさん。ハラピーとフリーランスで元 ROK アナウンサーの菊池篠さん。菊池篠さん。あとあの FM 読みたんで誰か喋ってる誰かさ誰だったか。誰やねん。あと誰かいた？マシャさん大丈夫、うん、1月の中ひふみ、ハッピーバースデートゥーユー、シーにうさ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 、ね、生まれてきてありがとうね、これからも一緒に楽しみましょう、わきわきっていう感じわきわき、はい、どっかで聞いたことあんな、これこれね、あの、うん、本物が前にいますねまだいるまだいる、やばい、ちょっとメールにあんまり読めなかったまずいな、はい、時間がないんですが、じゃあ、うん、告知、あともう一個、時間がない、うちなラジオオフ会スペシャルということでね、はい、これちょっと来週もかな、時間ないね、いいよ、よさっと、場所が、リスナーさんを集めて飲み会をすると、うん、で余興もあるはずということで、会場がですね、うん、時空、若狭にあります、うん、ライブハウス時空で、そこで、夜曲の垣根を越えたリスナーのためのリスナーのためのリスナーためのオフ会、日にちは僕も出ます、会場日時が7月16日土曜日、はい、はい、時間は19時会場、はい、19時半開演、はい、会費3000円となってますね、3000円知らんよ、はい、まあ、時間ないよはい、もう1分切りましたはい、すごかったね、今日も今日すごかった、めっちゃ疲れたもうすごい400になってるよねえ、皆さんメッセージいっぱいありがとうございます、もごめんな、ね、もうだいぶ、ね、だいぶ落ち度がある番組なんですけど、ね、本当にみんなの愛で支えられております落ち度しかない確かにはい、じゃあそんな感じでね、うん、もう僕の提供はもう読みません、俺の提供だからもう、あ、そういうことね、あのバイクのバッテリー安いから買いに来たなマジで安いから、保証が1年あります、車も OK、 沖縄で一番安い車も OK、 もまだですよ車も OK なの？車もあの安く取れる。ならばバイクだいぶ安い。はい、バイクの何かあったらじゃあマシャさんに、はいはい、そんな感じでね、はいはい、また来週もよろしくお願いします。それでは DJ マシャと中地早見と林泉でした、はい、ありがとうございます。それではまた来週、またやじゃないよ、 See you next time。入れようや、嫌がらせ世界は入れようや、消しましたごめんね皆さん、音がちょっと間違って消されてました、はい、入れ直しです、いっぱい来てますね、何してるんですか、声が出ました、ひー兄さんの髪型かっけえってますね、これはですね、おそらく思うんですけど、ヒロキックスの真似ではないかと思います、違う、ホルサーさんがさ、双子みたいな、そんなの、震災カットっていうのがあるけど、似てるけど、なんか聞いてる人がいるいや、もみしてるんですか、似てるなって、あ、これコピーコピーする、買います今ね、コピー来週買う、うん、じゃあ来週来ます、うん、で、リューティーにも告知してもらうから、ひふみ、若返り作戦実施中、おー、あ、聞こえてくるね、お伝えくださいカメミグンだ、これ、うん、みんなで読んだ、みんなで、あれ、紙どこ行ったこれあっちかな、あっちに忘れたかな、それで読んだ、あ、これだけで読んだ、これで読んだ、あ、じゃあ、あそこら辺に忘れてると
本日の放送が終わった後にツイキャス食べたゴーヤちゃんブルー作ってくるって書いてあるんですよ。でこの時間に大体メール読むから、うん、メールがねアッペルポンさん今日の新聞何時までかなってでもだから11時50分とかやったことあるけど、先週はそうここで歌ったんやね。そうなんだ。先週はそうここでみんなで歌ったわけよ。大合唱。大合唱。へえ。ちょっと泣きそうになった。へえ。大人のあのリューティの。私 TM を聞きたい。え？ギャラリーも。TM レボリューション？カラオケギャラリーも入れる？知ってる人。今。知ってる人いない。カラオケ。知ってる人とか誰？寄せる夏が君 YouTube で流すか生足魅惑のマーメイドネタは輪になったらあるんじゃん本物の恋はできそうかい YouTube で流すかハギカボチャいつもの終わる終わる詐欺が始まるでいやいつものテレビ見てるの、うん、音出すのツイキャスで音も流れるのはダメです大丈夫です歌ってほしいこれまでは大丈夫かな歌ってほしいじゃなくてさグレーゾーングレーゾーン、グレーゾーンまあそのチームもなくなるからいいかドンキこの曲をバックにあの初めましてメールしますビューティーネーム大阪のおっさんシローです。6月11日はスーパーライブでピンタン演出お疲れ様でした。来年もピンタン増殖しますのでまた頑張りましょう。今後もメールします。ありがとうございます。すごいこの衣装を着てあのライブやりたいなと思って、もう TM レボリューションの曲だけやるライブ。これで来ると思ってますね。聞こえてる、ツイキャスで聞こえてる、聞こえてる。 DJ 申し訳ないけど YouTube なんか乗らんくなるやろ。あ、YouTube 何してんの。あ、僕切ってるんじゃないですか。ツイキャスでも、ね、今ツイキャスの音出してる。あー YouTube はユーストであげるから大丈夫。どこに入る前これか。もう今ユースト切ってるから切ってる、分かってない。じゃあやばいやこれよ、メール読めん。あ、読んで。いつも切ってるんじゃないですか。いつもユースト。いや俺だって DJ マシャルの時間見たことある。1時間40分とかで早く読んで。あ、切ってない今。 DJ マシャルは1時間今日入んないかもしれない。え、何時までユーストしてんのね、うん、特別だわ、勝手に。メール行こうぜ。マシャさん、ひふみさん、リューティーファミリーの皆さん、お元気ですか。倉敷ののんぺです。元気です。今日のテーマ、影響された〇〇。リューティーに影響された私とファミリーの皆さん、リューティーの歌に話題に、週末3日間でした。リューティーに出会ってなかったら30年ぶりの沖縄はありませんでした。あー、そうなんだ。ファミリーの皆さんがリューティーを盛り上げるためにいろいろ考えて自分たちも楽しんだ週末でしたが、明けてもまだ余韻のすごいこと LINE は毎日未読の嵐です。なかなかついていけないです。でも読むだけ必死です。マチャさん、マチャさんもライブ前日のシーブンタイムのリューティーの歌3曲はめっちゃ良かったです。また思い出してよかったなって気分に浸ります。暑い日が続くので体調崩さないように頑張ってくださいね。またメールします。バイミーってことでね。あー、倉敷のめめさん、ありがとうございます。またね、あのこちら来たらだってね、遅いっしょ。遅いよね。12時からの予約は。で、早く行ってから、あっちのデザイナーさんもでさ。あ、そう。お前もデザインしてもらえ。デザイナー。デザイナー。僕、デザインのセンスが全くないんですよ。だからデザインできるとすごい尊敬しますね。スタンプ作ったもん。え、絵のデザイナーの。絵じゃない。ウェブとか。服じゃない。ウェブとか、そう。DJ マションのやつ多分作るんだけど、今水面から進めてます。カメラがずれてる。YouTube? こっち？あ、これだね。これが、うん、俺さっき触ったの。帰ろうかな。じゃあとりあえずお見送りをしてきます。友達いるの、うん、それでも33残ってるからな。今日はじゃあみんなちょっと待っといてね。ちょっと待っといてな。ちょっと待っといてな。
疲れ様でした。早見さんもだから、いや皆さん楽しかったです。ありがとうございました。すみません、すみません、もう来ます、もう来ます、しゃべるで、しゃべるで、また来てくださいね。放送禁止用語とか言わんでな、放送禁止用語とか。うんこちんちん。もう小学生だよね。さあ、あとチェックするからね。お疲れ様です。さあ、ひふみの金玉トーク。写真撮ろうか。写真も。いや、実はですよ、1年半前から病院通ってて、タンクトップインはある意味やばい、確かにやばい。早見さん見た、うん、そうですね、うん、カメラの位置大丈夫ですか。乗っております。え、あ、てっぺんが見える、自分の。薄いんだよね、この辺。そう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 、まだみんな帰ってない。台風、台風で番組やらない。台風、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 台風でやりたい、うっちーさん。台風やりたい、うっちー。ぜひオファーを。空きがあるかね。いやいや、そうでなくて、薄い言うな。あ、すいません先輩、申し訳ない。チェルさん、あの、自分昨日病院で切った話しましょうだ。1年半ぐらい前から急に金玉がでかくなった。で、病院に行ったら水が溜まってるということだったので、先生と相談したら、手術を、その時の先生は水抜くしかできない。水抜いたら、その水抜く時には注射針刺すので。聞いてるか、人なんし、みんな。なので、菌が入りやすく、可能しやすんで、おすすめできないと。邪魔じゃないんだったら、痛みもないからそのままにしたらっていうことだったので、そのままにしてみました。ところがですよ、でかくなりすぎて大変なって。で、実は劇団オゼの市民劇飛びあさっとの、市民劇に出る、オーディション受けるということで申し込みをしました、僕は。で、その時に卵取ってないです。その時に、オーディションが来週あるので、オーディションの時に不具合があれだと、具合が悪いかなと思って、昨日ふと午前中時間があったの病院行って、先生相談したら、抜くのはいいけど3日間本当はその中の袋を除去する手術が3日、入院3日でできるから、それを勧められたんですけども、ちょっと急な手術で3日仕事とか急に休むことができないので、それはお断りしました。その代わり水を抜くということで、水抜きをお願いしました。で、これもう応急処置みたいなもので、で、また水は溜まりますので、今度溜まった時はちゃんとした手術を受けようということで、先生と話して水抜き手術をしたんです。水抜き手術って注射針刺して中の水がビャーって出るだけで、出たのが600ミリぐらいあったっていう話です。はい、以上、私の金玉切開手術のダイジェストは以上です。皆さん、ガヤにぎやか、外そうと思う、なんか虫が入ってきてるみたい。皆さん、病気とお金の話はした方がいいと僕は先輩に習いました。借金とかも相談した方がいろんな解決はあるし、病気の件も何か。そうそうそう、子供さんに作ったからいいよ。600ミリ、すごかったよ。先生が、またにバケツを置いてピャーってやるんだけど、そこで取った後に500、いや600あるな、すごいなっつって言われました。今のところ何ともないので、一応皮が伸びきった状態にペットボトル1本ちょっと置いて、少し伸びてるので徐々に戻ると言われましたので、今少しまだ若干こんなになってます。まあ、
卵、シリコ玉って何？ゼロさん。水入ってて、痛みもない、痛みもないし、気になるのは走るときにさ、邪魔だわけよ。メール見合ってるさ、階段とか走りするんだけど、そのときさ、もうこんな邪魔だから。玉が邪魔で走れなかった。ひふみさん頑張って喋ってる。はい。ドキュメンタリー。あ、お疲れ様。金玉トーク終わりました。金玉トーク聞きたかった。今度昨日手術したんですよ。誰が？僕が。え、なんで？金玉の。今どんななってんの？今どんななってんの？見たい？見たい。カメラには見せないです。見せるか、ほら。普通です、今普通。あ、そうなんだ。大きくなってたんです。いいことじゃないの？水が、違うよ、上じゃない、下がだよ。水が溜まるんですよ。うんうん、水が溜まるって人がいて、自分はそれになって、その水抜く作業をしてきたんです。あ、そうなんだ。はい、なんでこれになる原因は？筋肉が、老化とともに筋肉が弱くなって、この隙間から水が漏れて、はいはいはい、でその口眼の中の袋ができて、そこに水が溜まって大きくなると言ってました。初めて聞いたでしょ。初めて聞いた。自分パッタイパッタイやらならないんですよ。なんでパッタイパッタイって、これがムラ何よ、やってる時って、やってる時に相手のあ、やってる時ってエッチなこと？痛いのこれって。自分は違う、だからあのね、重いから、重いから結局これに持っていかれるわけ。じゃあそうなんだ。リズム狂わないんですよ。リズム狂わないんですよ。リズム狂うさ、足腰鍛えると下を大きく入れてる。なぜかゲストも出てきた。学びましたよ。公開画像は NG ですよ。絵で描く、見たい。絵で描く、絵で描く、絵で描く。あのね、絵でだったら、なんか分かる、あの鼻が大きいサルゲルでしょ。鼻の大きいサルゲル。ああ、はいはい、あんな感じ。分かりにくい。分かりにくい。来た、ゲストがいっぱい来ましたよ。そうそうそう、ね、相当すごそうな人間だが気になって、何かあの聞いたか、キみたいな感じで、キみたいな感じでどうかってこと。あ、そう、タヌキの大きな見て、もうこんなですよ、こんなあの日文さんのあの話をしてる、もしかしてあの例の、あ、前からね、こんなだった、いや前からすごい大きいなと思ってたんですよ。だからスターを気づかなかったっていうさ、俺は分かってたんですよ、疑問持ってるなと思って。イケペンにも言われた。だからそういう風に俺はみんなに見られてたわけさ、女子からも、うん、ひふみさんすごいと思われてた。もう今もすごくない、いいもん持ってるなと思ったんですけど。いや、言えないじゃないですか。うん、まさかそんなことない、誰にも言われてたことない。これ、その、あ、読みましたって自分はさせてた。違うよ、ちゃんと使った時に頑張って。気づかなかった？早見さんに下ネタ。そう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 。ディスカス。何ですか？お宝の持ち主。そうなんです。酔ってる？いや、いつもこんな。この間ほら、誰かの誕生日、誰かの誕生日、あ、ごめん。誰かの、つかちゃんの誕生日の時だった？うん、来たの？あの時、酔ってたでしょ。あの時と、今日あの挨拶の時とのテンション全く一緒だったから、うん、今日飲んでる。飲んでなくても飲んでるって言われるんだよね。残念。いつもこんな感じじゃん。いつも昼間もこんな。ちょいちょいみんなめんどくさがられるけど変わらないよ。あ、すごいな。基本的にはその OK 牧場付き合う。あ、本当？ありがとう。昼間もこんな。なんで早見下ネタ大募集って。勝手にするから。なんでもちょいちょい対応はできるけど、好きがあるわけで、下ネタ好き、どうぞ。サザンの時絶対喋ってくれるんだっけ。サザンの時、サザンの時何ですか、下ネタ。学生ごっきりしろ。いや、お前下ネタ大募集って書いてあるけど、昨日お前早見の番組で下ネタ、俺が下ネタ書いたら俺の悪口書いてるわけ。下ネタ嫌いとか言って、いや、どっちだわみたいな。俺が下ネタ、要は俺盛り上げようとしたわけ。俺本来基本的に下ネタ言わないから、うん、で下ネタやるって言いつつ俺下ネタやらないわけよ。あ、そしたら俺下ネタ嫌いとか言って俺の文句が言ったんだ。今度
ちゃん下ネタ大暴走で別に喜んでるし。病院にいて、あの画面動かないで文字だけしか見ない。ああ。病院？そうそう病院で子供を病院に連れて行ったわけよ。あ、俺でした。手術した。日帰り手術。小児科に行って、小児科に行ってシロップもらってきました。なんか2時間。シロップ？なんか2時間待って、2、3分で終わって出てきたのがシロップしか出てこなかった。で超がっかりみたいな。いや俺だからあの特集会で手術しやるでしょ。特集会で。特集会で。これ中風で。チューって抜かん、穴探したらピョーって出る。嘘、本当、お家でいけるじゃないですか。はお家で。え、不衛生に。あえ、消毒したらできそうだよ。いい、痛いよ。え、穴開けてビューって。うん、注射針刺して。採血の時の。うわー、危険症の話や。採血の時の注射針したら血が出るでしょ。あんな感じ。あんな感じでビャーってバケツに、その何色だったんですか。茶色。今日のテーマ、茶色。お風呂かぶら。怖いよ。ちょっと怖い怖い怖い。うわマジで。でこれって草刈屋さんが、ね、何年か前にやってたんですか。いやだから1年ぐらい前じゃまだ最近よ。違うよ、1年じゃないよ、2、3年になるよ。かな。うん。あ覚えてる覚えてる。うん、俺草刈屋さんと一緒やつさと思ってた。これ原因何ですか。老化。要するに筋肉が弱くなって水が漏れるっていうから内服の、あね、だからでその水だけじゃなくて皮も一緒に、要するに水が溜まってこれを持ちきれなくて隙間から皮がポッとって膨らむんです風船で、それがそのまま大きく垂れ下がる。ふぐとかこれあのそういう行為には影響ないですか。同じこと言う。下ネタやし。いや下ネタじゃない、俺はこう科学的な話ですよ。そういう科学的で医学的、医学的保健体サイエンスみたいな。サイエンス。怖い。大阪で逮捕されるぞ遠くでって。誰が。シロさん、大阪のシロさん。ここ大阪じゃないから大丈夫大丈夫大丈夫。全流れてるけど大阪でね。で結局さ、でこの要するに水溜まった袋を取る手術を本当はしないといけないんだけども、でこれ聞いたらこれぐらい切るでしょっていうか、でかマジでこれぐらいあったから。今は縮まって普通になってる。皮伸びつつ今こう。あ、そうですね。そうです。ちょっと、玉が触りきれない。前やる方からも金玉が。今は今。なんか中にもなんかしこりみたいなのがある。ああ、でも治ってくるんですね。そうそう、戻ってくる。これ棒は影響ないですか。棒の…何でこれ、4つで、めっちゃ棒の…めっちゃニヤニヤして。めっちゃニヤニヤ。今、いないから言ってんだけど。見るか。怖い。もうそれこそ、モザイク引っ掛けんだけ。いや、だから、要は埋まっていくから、埋まっていくから、ちっちゃいわ。余計に、キレが悪くなる。ほら、普通トイレ行ったら、うん、着台そこだ物だけ出してやるでしょ、うん、それだとあの下から圧がかかるから、このチャックの窓の下で圧かかって苦しくなるから切れが折れるんですよ。だから一回全部下ろさないといけない。帰れていた、帰れていた、え帰れていた、あ、まだわかんないです。あただ持ってきてって言われた。だからあの大体あのなんで大便器のところ行って全部下ろしてたら面倒くさかった。あ出ないんだよね。それとか大きいのするときに当たるわけ。あ便器の中に。そうなんだ。だから持ってた。マジで嫌さ。あ今治ったから嫌と言えるけどって言ってた。あの時悩んでた言えなくて。だけどみんなには見られてるだろうなと思って、俺だったら気づくなと思ってたりしたから。気づいてたけどね、まあ、やっぱ言わんかったっつうか、うん、これメールさすがに誰も読んかったな、うん、メール読む金玉豆腐の後に、ツイキャスどうなってる。今ツイキャス、いや男の大阪の四郎さん、放送は全世界です、うん、世界流れ中国人怒るぞ。なんでそれが怒られる。四郎さんそうか、あ、ごめん、中田さん、ダーダー見してみて。じゃあ、とりあえずメールいきますね。あくちゃん、今度な。
まあ、基本的には俺こんな話したいでね。はい、マシャさん、ひぐみさん、ひろきリスナーの皆さん、こんばんは、バナナ店長でございます。え、この話の後でバナナの話。いやいや、普通普通。早速マルフに影響されたですが、多分最初に影響されたのは、俺たちの勲章で松田優作が演じた、中野雄二だと思います。何じゃこれ、中野雄二って名前だったね。芸名、役の名前、役名がそうでした。知らなかったんだ。あー、何じゃこらって言ってましたよね。あ、俺たちの勲章、あ、これ分からんな、役名が。俺、探偵物語だった。全然だからよ、意味のあんなにくい。あ、バナの話ですよ、それ。なんていうか、男は無口な方がかっこいいって思った初めの大人で憧れたな、うん、でも人によってはか、かっこしいとか何考えてるかわからないって取られちゃうよね。土曜日にマスさんのビーブルが聞けて最高だったぜ。ほんじゃ今日も聞いてますよってことね。一緒だったんですよ。土曜日ビーブル歌った、ラッシュで歌ったんです。ああ。で、そこであの中山すずえ子さんになって超感激したっていう。相当酔っ払ってたらしいね、うん。めっちゃ飲みすぎて楽しかったですけど、でも本当あの結束が強まりました、あそこ行ったメンバーは。そう、あのやっぱさらにね、誰だ、 RK とマシャとバナナ店長と何かいたかな、ね、酔っ払って覚えてるの。 RK いたよ、いなかった、いなかったと。嘘、 RK はスーパーオフ会の最後ら辺に後半来て、うん、やっとバイクを語ってあっちに、うんうん、で、そこも帰ったのかな。違う違う、だからそこはそこで終わって、で、その後のラッシュ、ラッシュに誰誰、なんとなく、ね、そのピンクタンクトップとかね、タンクトップ軍団とか。全然なしだよね、全然なしだよ、はい、青棒もいたって下ネタ募集、ああ、青焼き忘れましたね。下ネタね、募集してません、これ、ね、ません、勝手に書き込んでつけるんでね、これ消しときます。こんなことにね、書きません、僕は。して読んだ、全部下ネタ募集しておりません。全部読んだ、熱い真面目です、ありがとうございます。そうなんですよね、全部読んだ。銀のトロンボーンさん来てますね、こんばんは、社さん、ひふみさん、スタミナさん、銀のトロンボーンです。はい、ゲストに仕事させるときましたね。ね、影響された〇〇ってことで、やっぱり影響されたラジオかな、うん、某放送局の日曜夜になった番組ドリームコール7個、これ7個のドリームコールですよね、うん、日曜日、日曜日ね、なですよね、7個のドリーム、7個のドリームコールですよね。今だから笑って言えるけど、中学時代笑、聞いてた時は情緒不安定だったはず、毎週末になるとこの世とさよならを考えてたけど、あの番組を聞いてリセットされましたね。だから自分が消されたラジオ、まあ、7個のドリームコールということですね。救われたんだ。これあるんですかね、あのハガキとかで電話とかしてリクエストするのかな。多分当時は電話とハガキだはず、うんうん、留守番電話があったさ、分かんないですよ、分かんない、それ逆に教えてほしいですね。あれ、なんだこのドリームコールだったかな、電話でね、告白する、あれ違ったかな、あれ違う番組だったかな。でも、ラジオ聞いててやっぱり、自分 がメールとか自分が送らなくても似た環境の悩みの人、別人が同じような悩みを持っているのを聞いて、その悩みに解決する話を聞くだけで自分が救われたりとか、うん、新しい発見があったりとかっていうのはやっぱり気づいたりすることあるよね。で、DJ マシャワールド、そういう番組にしたかったんですけどね。いや、もう今、いや応援番組、うん、だお笑い番組やってるけどさ、いやマジで、うん、そういうのもやってみたいんですよ、時間があれば、うん、そうということです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いきますね、マシャさん、早見さん、泉さん、リスナーの皆さん、ギノワンスタッフ皆さん、ハイタイ、リューティー応援隊長のしんちゃんです。しんちゃん、今日のテーマ、影響されたのはリューティーしかないでしょう、うん、それじゃまたや、姫地、冷やみかち、東北、冷やみかち、九州、俺はピンタンインはせんぞー。いやいや、ピンちゃいいんじゃないかと、逆にみんなやってほしいですよね。違う違う、いいから出してるからできるんだって。 あれ、わった見てね、わった僕やったらや、それこそこんなあれ。あ、スタイル良くないとできない。そうそうそう、あ、なるほど、うん、なるほど、ちょっと救われました。そうじゃないの、だから入れたんじゃないの、あれ、これ見逃しに入れたでしょ。違う、あれ何の、違う、あれはボーイでずっとこうしてたから、そうそうそう、あ、だから
マサは体型気使ってるさ、数で言わないけど、やっぱり結構あの作って頑張ってあの努力してるのを見てわかるから、でそういうの見るといいなと思うわけさ、俺たちみたいにダローンってしてる。いやでも腹筋とかやっぱりこう炭水化物を調整したりとか、そうやればいけると思うんですよ、うん、なんでみんなやらんのかなと思って。だってここまで来てから、僕みたいに来てここまで来てる人が、うん、マシャのところに行くの相当な距離だろうって、そうそれは維持かな、うん、だから自分がそれがもうアベレージになってるからいけるわけです。憧れるね。続きますね。はいはいはい、皆さん、マシャさん、こんばんは。こんばんは。スター、やっぱいいやテーマの影響を受けた人といえばズバリマシャさんでしょうと。これは誰で誰だこれ。かわいそうに。ラジオネームある。どうだこれ、読んでみようね。以前僕たちがやっている番組に出てくれた時、これイケベじゃねえかこれ。突然モノマネを始めたり。お疲れ様です。あ、ケンさんバイバーイ。イケペかな、これイケペだなこれな。モノマネ始めたり規制を発したり、とても楽しませてもらいました。しかしマシャさんの何がすごいかって、何も面白くないのに全力でやりきるという、あ、キキヨさん、それが狙ったわらわそうパーではない面白さを生み出しているのです。あ、マシャさんからはやりきる勇気を教わりました。最後にマシャさん、最後に質問なんですけど、薬やってないですよねって。なんで分かったのかな、薬。これ薬が実は影響してないわいみたいな。してません。ドーピング検査引っかからないこと調べます。リトマス試験で宣伝もやってないのに。じゃあまあね、このね、あの、じゃあこれイケペイかな、まあ、聞いてるか聞いてるか知らんけど、まあ、あっちでみんな盛り上がってますね。女がいること、女がいるところに固まってる。そうマジかじゃねえの。寂しいな、俺ここにひーふみさんに今2人よ。金玉4つで。そうですけどね。そうなんですけど、まあやっぱり影響を受けたっていうのはまあ嬉しいですよね、うん、多分まあイケペは先に失礼しますけど、あ、ゆうみさんありがとうございます。つっくんも先にお休みしとったで、あんねえなが見てるの。でも28人まだ見てるっていうのね、うん、嬉しい。みんな明日仕事じゃないの。フリーモーモーできますね、うん、読んでで、あの、これヤマピーじゃなくてこれヒカピーだったね、これ、イケペーか。マジで、あやけびーさん、ありがとう。女性はどっかにいたか、いるのにか分からなくなりました。はい、うん、そうね、まあ僕ね、あの、あれなんですよ、まずね、笑わそうと思ってませんね、はっきり言うと、うんただ好きなようにやってるだけです。一回笑わそうとしたんですよ。したら面白くないって言われて、でもう僕じゃやっぱお笑いじゃないんだと、で真面目に自分らしさ出そうと思ったらみんなが急に笑い出して、ほんで腹立ち出したということです。なんでか未だに分かりません。イケベありがとう。次いきます。マシャさん、こんばんは。助っ人にならない助っ人です。助っ人さん、してして、マシャさん、もう聞いてない、多分。え、聞いてないかな。電波で聞いてるのかな。電波で聞いてる。だってガラケーの、俺直接メールしとこうわもう、うん、はい、してしまさん、最近はメール投稿サボってますが、日曜の紅白歌合戦はちゃっかり伺いますんで、よろしくお願いしますね。以上、助っ人のなれず助っ人でした。じゃあ飲めるな、助っ人と。久しぶりに。色男ですよね。いい、かっこいい。ニヒルな、こんな髪型してなかったですか、彼は。ニヒルな、ニヒルな、こんな髪型してなんかちょっといい感じじゃなかったですか。ニヒルな悪い方。ヒーミーさん本当に似合ってるよね。似合ってる。で、あの、だからダンパチアの人が似合うんじゃないかってやってみようってやったんですよ。いや俺はこっちのヒロキの真似したのかなと思って。いやもう流行るよ。ちょっとやるか。楽ちんよ、セットが。うん。でもこれやると、だけど、だから台湾からその韓国のスター風じ。じゃあこれさ、ダンパチアの親父が言ったのは、あの、震災カットって言ったの。震災は、震災、あの、大震災、震災の震災。どういう。要は、震災で、生活が日常生活ままならない人たちがセットするのがめんどくさい。だけどおしゃれにそうやるためには、彼、あの、分け目があるとセット大変だから、分け目から刈ると、うん、分け目から刈ったらもうこんなするだけだから、うん、で実際今僕毎朝髪セットする時はヘアクリーム軽く こっち側にこねてつけると、両方こんなことしない、こんなするだけ。僕なんだよ、いつもこうですもん。そう分け目作るでしょ。で分け目がたまにおかしくなったりとか、そう分け目がないから楽ちんだわけ。
その代わり何も塗らなかったの。こっちじゃなくてね、この辺か。この辺からこねて、こねて。少しこねて。それ悲しくないですかね。朝起きたら。いつも何か塗っとかなきゃいけないのか、ね、だからいつも帽子かぶる。ある意味震災の時やばくないですか。えそれクリームがないってなったらどうするんですかね、震災的に。でもいいですかね。まあ水でもいいから。水でもいいんだよ。塩水とか。そうそうそう、ね、後から固まるし。なるほど。お疲れ。スタート上早見さんと池田さん帰りました。帰った。あ、2人一緒に帰った。怪しい。テレビー。あ、561で切れた。外では切れた。もういいんじゃないですか、そのまま。えそのままもういい。いやいや、さよならは言わんと、ね、自分はあの飲み会で しらーって帰ってく人好きじゃないわけ。挨拶して帰れ一応ね、うん、まあ、帰るなとは言わんけど。帰るなとは言わんよ、うん、だってそれ分かる予定だろうから、うん、ね、これね、終わり良ければ始めよしっていう言葉ありますよね、うん、やっぱその終わりっていうかさ、その帰る時はやっぱり大事にした方がいいと思う、うん、見送るするとかね、うん、そう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 、やっぱ大事だと思いますね。復活復活しました、すみません。560で今日4、5なんですけどね。こっちからカラオケまではどのくらいで着くんですよ。知らない。え、ウブサンキュー、バンドウブ、その話は後で。とりあえず、とりあえず用意聞くぞ。メール全部読んでた。ラジオネームビンゴさん来ましたね。はい、メビンゴさん。ビンゴさん。ビンゴさん。皆さん、ご機嫌ペロペロー、ね。ペロペロこれ大丈夫読めるか、これ。今日のテーマですが、番組宛ての投稿スタイルですね。基本、ベタに書くのですが、最近は、これでは採用されないと思って、各番組の投稿スタイルをミックスしてアレンジメント加えて、投稿する方針にチェンジしました。うん、なるほど。例えば沈黙の金曜日の投稿スタイルをベースにして、うん、お笑い公民館でよく見られそうな話のネタを投稿するとかですね、うん、さて今日はゲストのお二人に、謝罪したいことがあります。なんだこれ、これ誰、んビンゴさん、ビンゴさんは、ビンゴさん、先日は当番組にギノワシティ FM に移籍するという根も葉もない推測を投稿し、番組スタッフですら皆さん騒ぐやつでしまったことをお詫びいたしますということで、早見のこと、なんだろうね。まあ、まあ、ね、なんていうのかな、こう何かあってこうなるかなって予想することはあるんですけど、うんうん、まあ、思っててもはっきりするまでは、だから、まあ、はっきり人前で言うべき、言うべきではないかもしれませんね。オフレコは、オフレコはその場だとか1対1とかで言った方がいいね、うん、確定してない、確証がない話を。でもメール送って、これがメール読まれたのかな、これ読んでないかもしれない。読まれてないんだと別にいいんじゃない。うん、読んだかな。だって読んだかな、僕なんかもメール投稿してから、あのメールの内容まずかったなって思うのいっぱいあるもん。俺もこちゃんに怒られるし。いや、あれ怒られる。だから、いや、まあ、ね、こう たまに送った後に送信した後、あ、いや内容変え、これじゃなかったと思う。だからこれが受ける受けないではなくて、相手に不愉快な思いさせる。いや、そんな時に限って読まれたとか。いや、読まれない。読まれない。だ、読まれ、それが読まれないと書き消されたような感じで、見えないところでそのパーソナリティとかスタッフとかディレクターさんに、あ、ひふみこんなのよ、こんなメール、こんなこと考えてるんだと思われてるんじゃないかと思って、被害妄想が起こるんです。それでボツが続くと死に落ち込むわけ。あ、俺嫌われてるって。で、誰も嫌ってないし、特別一人ずつのことそこまで考えてないから。あ、アゴちゃん、アゴちゃん来てるね、そんなの気にすんなって、うん、まあ、そうそうそう、やっぱりこういう気にしてたらもうやってられんみたいな。そうそうそう、だから、あ、逆にアゴちゃんなんかすごいのはやっぱり独白メールもあるけど、その後関係なく新しいのどんどん送ってくる、そしたら消されていくんだよ、そのきついきついきつめのメールの内容が、薄まるという。みんなあるんだよ、送ってから、あ、いやって。だからビンゴさんもう読まれてね、まあ、今こっちで読んだけどさ、気にすることないよ。やっぱね、みんなツイキャスでみんなあるわけ。アゴちゃんもやっぱりね、やっぱ相当送ってるね、うん、メールね。だって、あんちゃんもあるし、ツイッターもね、あれだから。みんなで寄付して2時間番組するか、リスン出す。だからね、みんな寄付してくれよ、本当にもう。ミキにぶち切られた。これさ、だから、これさ、これもある、出来になって、出来も気にしない、どこよ、おめたち大丈夫か。出来もあるの。マジで。え、酔っ払ってからじゃん。ビール禁止？酔っ払って、お店じゃなくて。
あの合わせの合わせのあのお好み焼き屋が出来になったとかじゃなくて、じゃあ、あ、違う。ありえそうだね。あの酒飲むとこで。いや、あのね、これね、ほら、あのかっちゃん来てるでしょ、ミキにぶち切られた気がする、うん、これあの、どこと言わんけど、とある放送局にメールをしたんですよ、その女の子いる番組に。したら、なんかね、本当に怒ってた。見たんだけど、放送で怒ってた。怒ってた。だから、放送ではね、やっぱりパーソナリティとしては、それは、僕、誰のこと言ってるかわからないで言うけど、お互い相互ではないさ。スイキャスって相互っぽいけど互換性はあるとはいえタイムラグがあるって匿名性はやっぱりあるわけでしょ。で顔出してる人がそれに対して怒るべきじゃないよね、うん、熱くなって気持ちわかるから、みんなも見てるから熱くなるべきじゃない。ちょっと個人的にだったらまだいいかもしれんけど、うんうん、やっぱパーソナリティとしてちょっとこの器っていうのは欲しいわけ。なんかやっぱ冗談で返すとか、うん、でも俺投稿見ましたけどそんなひどいじゃないよ。ちょっとなんか間違えて笑いで済ませるとか、そういう。何時までできますって。何時までできますかって。誰が？あれたちが？はい。何時でもいいよ。大体これぐらいじゃない？大体こんなぐらい。あ。だと思います。あ、そろそろ6時間。じゃあもうとりあえず。ということ。メールやばい、メール。メール全部読んだ。あ、玉城さんね。玉城さん。うん。すごいよね。選別性は番組による。あ、そうね、番組によるもあるね。これ横の人が入ってるね、これね。確かにこのパーソナリティによってこのメール採用するしないがあるよね。それはあると思う、うんうん、リクエスト結構一番分かりやすいじゃないですか、うん、あリクエストね。そうリクエストがかかる人だけいるわけ。俺リクエストかからないわけよ。だからなんでかなと思って。だから腹立つ。いやちゃんと送ってるよ。それに沿って送ってるけどなんでみたいな。違う、だから違う、あの生き物だから違う。メールを送って見たとき、例えばマシャのメール見た、メールじゃない、メールじゃない、あの番組局の、リクエストのあれを見たときに、うん、見たときに、この曲じゃないと思ったら書けないわけさ。その前、前後の話とか、前の曲との関連性とかがあったとしても。なんか、リクエストをよく採用される人がいるんですよ、誰と言わんけど。うん、2人ぐらい、2人ぐらい。なんでかなと思って。リクエスト職人。本人も、いや、で1人はこの話したけど、組んだ1100俺リクエスト職人になってるってあれ全然落ち込んでるし、メール全然読まれないリクエストばっかり。それでもいいさ、うん、読まれ名前を読まれてるさ。あ、これメール来てるな、新鮮な。マシャさんゲストの皆さんこんばんは。誰？沖縄の大好きな私がツイッターで DJ マシャワールドを知ってから突然読み出した。広島からメールしてます。広島から番組？あ、じゃあツイキャス見てるの？広島の方。番組のコンセプトが応援ということで、うん、悪女時代という、平均年齢43歳総勢33名のアイドルユニットとして活動しているのですが、夢を叶えるのに年は関係ない、一緒にチャレンジしようというコンセプトです、うんうんうん、いつかマシさんとイベントでご一緒してみたいです。悪女時代のラジオも、ご出演お待ちしております。悪女時代っていう広島やなこれ、ね、広島で悪女時代っていう43名、43ぐらいの43歳が平均年齢のアラフォーの33名でアラフォーで活動してるんで、すごいじゃん。なんで中国え女子12学校みたいな。分からない、アイドルユニットね。アイドルユニットアラフォーのアイドルユニット。突然私仕事ですが、37回目の私の誕生日、誕生日時、はい、悪女時代のラジオは広島で流れています。今映画描いただって今言ったじゃん。だってここで描くけどこっちの人しかやるもん。お前その根拠はさっき言っただろ、根拠ない話やるなって。当たってる当たってる、これは当たってる、これは当たってる。あ言ったことをそのまま書いてるから。あ、なるほど、ね、当たってる当たってる当たってる、間違いではない。え、もしかしてじゃあこの悪女時代さん、違う、ラジオネームは書いてないね。悪女時代 の方は今聞いてるんですか？番組も教えてください。夢を叶えるのに年は関係ない、一緒にチャレンジしようというのがコンセプト、うん、まあちょっとまあ DJ マシュアルと似てるね、うん、応援みたいな。僕もだから夢ではないけども常に新しいのやりたいなと思ったから、そのヒープのこの劇団御前のも応募したんですよ。あ、さっき聞いてなかった、言いながら応募した、あの飛びやさと、あれ3ヶ月後練習しないとかよ。そうだから俺もしかすると出れなくなる時があるかもしれない。あ、男の人さ特にあの言うの忘れてた、男の人特に必要なんだって。やっぱ女の人が多いみたいね、うん、男の人だからこれぐらいの年齢の方が、ただあれ聞いてますって、バイアグジョジでミオンミオンさん
ありがとうございます。ミョンさん、ミョンさん、ミョンさんが投稿したのかな、これ多分じゃなかったらメンバーの方じゃない、うん、で、わた、え、30… ピュア系、あ、ピュア系で、じゃ、嫌じゃない違う、アゴベルトで言うんですよ。これバナナ店長、アゴさんはガテン系でしたっけ、ピュア系です。ガテン系だろ、絶対瞳はピュアだよ。え、瞳はキラキラしてるよ。どう見てもガテン系だよ。キラキラ、キラキラ、瞳キラキラしてる。ガテン系、ガテン系、ガテン系だ。あ、誕生日なんで、死にうっそうっそお願いしますって来てますね。誰が、たぶんツイッターで見てますね、僕の。あ、よし、じゃあ一曲でもしょ。じゃあツイッターギター断れる？ツイッターで来てますね。ピッコ書いてる。手持ちで打てる。あ、いいね、このスタイルいいね。ちょっと練習していい？見ないで弾くからな、今日は。これ、ラジオネーム何さんで、何さんですかね。え、だから、ミョンさんでいいんじゃない？ミョンさん、ミョンさん、これは誰の投稿ですか。ハッピーバースデー。かなえで、あ、かなえ、あ、かなえさんで、かなえさんね。かなえさん、かなえさんで、はい、かなえさん、はい、かなえさん、いきます。これから。今日もあなたでよかった。お誕生日おめでとう。かなえさんおめでとう。ベッドでは小鹿です。うるさいわ。メールは次ある、はい、まだあるなら。メールが、あ、かな、かなで、かなでさん、かな、あ、かなえさん、かなえ、かなえ、かなえ、あ、か、と、友達の妹がかなえって言ったの。かなえさんよろしくお願いします。かなえさん番組を教えて、こっちも探してから聞ける時間帯なら聞きますよ、ツイキャスか。これ見ビスラジ、やべ、サイマルラジオで。どう？43分まで。43分まで。あと3分。もうあの、あと2分。終わらせて。どう？コーラ03、ハナピーピーさん誕生日来てますね。うん、読めませんでした、すみません。悪女時代の悪女じゃないけん。悪女時代の悪女じゃないけん。これネットで検索。アゴベルトさん採用率高いよ。アゴちゃん採用高いよね。高いよね。あんせ仕事してこうね、バイビロン。ここに夜から仕事な。うん。アゴ系でよく呼ばれる。あ、アゴちゃん仕事現場によっては夜中もやったり。あ、そうなの？うん。うん。頑張ってるね。頑張る。頑張れ。働き。パパ、5人の父ちゃん。そっか、すごい。いやー、子供大きくなったらだいぶ楽になるぜ。あー、じゃあ最後メール行こうかな。もうちょっと、はい、メール読んでない人いるかもしれない。オーライマシャラジオネームディスカスだよ。ス早速影響された〇〇、自分が聴く音楽にマニアックになったのは、うん、ピーターバラカン、知ってる？ピーターバラカンさんだな。高校の時にいち早くワールドミュージックを取り入れた番組に始まり、今のウィークエンドサンシャイン、どちらも NHKFM まで一貫して影響されてるな。一度メールが採用されたことあるけど、うん、本名だからハードル高いかなってきますね、うん、よくわからないメールになってきました。ドテテドテテドテ FM は使え。ハンちゃん早い。来週はハンちゃん早い。ん、来週は、来週はゲスト決まってます。ツイキャスできる？シーボン、わかんない、まだはっきりしないんですよ。できたらやります、できなければやりません。ゲスト誰ですか？ハンちゃん早い。ハンちゃん、ゲスト、来週のゲスト、来週のゲストはどうしようかな。ドッキリにしようか。ハンちゃんこれ何？あと30秒で練習しましょうか。あと30秒で、はい、43分で締める練習しましょう。はい、じゃあ来週のゲストはビューティーの運営を支えてくださった、うん、ポンポンポン、ポポンがポーンのアップルポンさんと、マジ、あ、嘘、ポンポンポンのアップルさんと、お、と、と、キシシシシのキシが2人で運営の苦労話を言いに来ます。俺怒られる。出てなかった2人。俺怒られるね、あのさっぴ、あー、ごめん、過ぎてもうだわ。ごめんな。
怒られる。そう、来週休みます実質はもうね、そうそうそう、まあ、宣伝頑張ったじゃないですか。いや、僕はもう宣伝は頑張ったから、ね、来週じゃあ俺最初からずっと正座しとくよこっちでみんなも帰る、ごめん。じゃあ今日も皆さんどうもありがとうございました。ごちそうさまでした。さっぴーさんの番組でダサンって言われたから俺やばいと思って彼らを拾ったわけよ。さっぴーの番組もうゲスト決まってから出れんってなったから、あっち、そうだからこの感動を早くリスナーに伝えようっていうことで、あれやったわけよ。あ、もう終了だ強制終了、バイバーイ、まったやん、キッシータップルポンだよ、キッシータップルポンポンポン。終わる終わる詐欺じゃないよ。え、シンジゴーってこれリュウティのサトシか。シンちゃんさん、大阪のシンちゃん。あ、まったやん、坂健さん、沖縄で嫁を見つけてください。まったやん嫁の話する、今日嫁朝からシンちゃんさん、そうそう、朝から嫁を探せ。お疲れ様、お疲れポンポン、お疲れポンポン。カメラ近く、バイバイ、またな、またな、またな。終わり。終了全然オーバーした。よし。こっち閉めないと、テロキックする仕事できない。あれを切らないといけない。ユーストリームを。だから、切った。ユーストリームお願いします。